では、吉谷さん。絶対回収マインドね。私もいくつか例を申し上げますね。絶対回収マインド。代表的なのは、まあ今年は2つですかね。大きいので言えば。1つはですね、やっぱりナイト2000ですかね。ナイト2000を買う前から絶対これ動画レビューして再生稼げるぞと思ったんですけども、まんまとその通りになりましたし、この車っていうカテゴリーでですね、人と繋がること、いろんなイベントに招かれることとかね、そういうこともなかったんで、今はね、全国の ナイト2000とか、それからトランザムファン、旧社ファン、アメ社ファンが、まあ仲間みたいな感じですよね。まあ私なんて新人ですから。 仲間と言ったらね、ちょっと偉そうになっちゃいますけども、皆さんの、ちょっとお仲間に端っこに隅っッと隅っこにちょびっと入れさせてもらっているところかなと思います。今までね、セドリックなり、グロリアなり、それからセルシオなりね、たくさん VIP カー乗ってましたけども、まあ、人間関係つながりができることはなかったかなと思いますね。もちろん VIP カーの集まりとかあったんで、そういうところに積極的に顔を出せば、また別だったと思いますけども、今回やっぱりね、自分がこのトランザムを買うことによって、横のつながりを最初から求めていたところが大きいかなと思います。でまあ youtube の方もずっっとやってましたんで私ねその YouTube をナイト2 0 0 0で撮るこの動画の本数は誰にも負けないなぁと思うんですよまあ質はともかくねまあですんで他の YouTuber さんでもそれからあのいろんなね車のメーカーさんとかがナイト2 0 0 0仕様のやつドーンと出してね再生数出してますけどもすごくねインパクトあるんですけどもまあ 私のの動画の本数これやっからもナイト2 0 0 0シリーズ作っていこうかと思います。まあ、それからね、なんか同じ年代の方にインパクトがありますね。この前ね、パソコンの修理をお願いして、でそのパソコンをうち我が家に、ね、納品に来てくれた方がいるんですよ。 その方が、おっ、ナイト2000だみたいな感じで、同じ世代ですごく意気投合してね、ずいぶん盛り上がってで、運転席に乗ってもらったりとか、エンジンかけてもらったりとかね、もうワクワクするような時間を過ごさせていただきました。で、そこからですね、その方がフェイスブックにポーンとね、そのエピソードを上げたら、その方の人間関係も私の,そのことをね、やっぱり知ってくださって、メッセージいただいたり、今度会いましょうみたいになったり、こういうふうに、まあ、リアルアクセスがね、すごく稼げるのが、ナイト2000がつないでくれるご縁かなと思いますね。 これが一つ。もう一つはですね、私、こ今年ね、町内会長をしてるんですけども、その町内会長 YouTuber という立ち位置で放送もしてるんですよ。これ、そんなにたくさんは放送してないんですけどね。でも、町内会の会議でどんなことを話してるのか、どういうふうに対処したのか、どんなトラブルがあってどう対処したのかってことをずっと放送していると、他の町内会の方からね、日本全国の方から数件連絡をいただいてるんですよ。数件って言ってもね、20人ぐらいの方ですよ、お問い合わせいただいたの。 その20人ぐらいの方が、ものすごくね、私の動画を見てくれて、他の動画を見てくれたりとかして、これすごいなーっていうふうに感動してくれて、私の町内会運営マニュアルをご購入いただいてたね、ことでございます。これね、29万8000円で4本売れてるんですよ。120万儲けちゃった町内会長ってのはあんまりいないと思うんですよね。うん。だから、あ、町内会長やってよかったなと。どんなことでもね、めんどくさいと思えばめんどくさいことだらけで、どんなことも意味がないと思えば意味がないことだらけなんですよ。でもですよ、 何か物を買った時にここに意味をもたらそうとかこここの物からねこういうもので稼がしてやろうとかね思ったらちゃんとお金が稼げるんですよんあちなみにこれね FX の本ですけどもこれですらねこれブックオフで買った100円の本ですら私に100万以上もたらしてるんですよどういう意味かっていうとここに書いてある内容ねここに読んであなるほどじゃあこれを動画に撮って FX の基礎マニュアルを作って売ったらどうかなと思ったら売れるんですよしかも売る前にこの FX の基礎用語は ブックオフで100円の本買っても内容一緒ですよ内容一緒なんだけども本で学べない人っているじゃないですか私の動画で学べるというふうに思った方は私の動画をご購入くださいっていう,うにねにご案内したんですよ。ね、最初からあの中身、ね、お話してるでしょ特別な教材でこれをやると本当に FX がマスターできるんですよみたいなことでねあの謎めかして言うんじゃなくていやこれと同じですからねだから本で勉強できる人は100円払ってこれを買った方がいいですよと。でも 100円の本じゃなかなか勉強できないなーっていう方については私の動画もあるんで選べますよっていうふうに提案したんですよね。まあ、こういうふうに買ったものからどのように商売を作っていくか。もうね、購入物って全てが仕入れなんですよ。全てがですよ。例えばこれ私のこのお財布みたいなのがありますね。お財布バッグが。これはまああの、アルマーニのお財布バッグなんですけども、3万円か5万円ぐらいしたと思うんですよ。これをレビューして稼ぐ方法もありますし、この前ね、 プラチナカードのセゾンインターナショナルが来てくれたんですよ。私の家にね。で、カードのアフィリエイトをお願いしますって感じで、アフィリエイトの URL を置いてってくれたんですよね。私の YouTube にカードを紹介するコーナー作ってくださいみたいな感じで、ついに来ましたよ、これが。<laughs> プラチナカード、ダイレクトにプラチナカード、コンシェルジュが付いてるやつ。それを私の権限と私のね、判断で紹介してもいいですってことなんですよ。これすごいですよ。あのね、なんかね、 入会された方にもポイント。で、入会をおすすめした方にもポイントで。これですよ。ものすごい金額をね、特別単価をつけてくれました。もう考えられないです、こんな単価っていうのは。もうなんかね、本家、アメックスでもここまで出してはないだろうと思うんですよね。じゃこれ、近々ねうん、これを打ち出していこうかと思います。クレジットカードのダイレクトにプラチナですよ。もちろん審査はありますけども、 もうまどろっこしいことをすっ飛ばして即プラチナを紹介すると私の判断と権限で企業案件やってきました。ついに。<laughs> クレジットカード。ねアメックスの企業案件が来たというね。これなかなかすごくないですか。じゃあ今日のタイトルはアメックスの企業案件ということでお送りしたいと思います。それでは、絶対回収マインド。いってらっしゃい。お疲れ様でした。